風強い今日。上の半上してる。のっけど半上してる？取りに行く？え？めちゃめちゃのっけの繁盛してたよ。外国人の人もいた。ラセロラセロラセロセロセロ横丁10時1分だよ。Thank you.
でした。じゃあ次はもしも我々がカフェをやるならの空きテナント探しますか。やらないんですやんないけどね。この間のよさこいとはまた全然違うね、人の出が。ほら、ごま先生の絵。ここのコーヒー屋さんめっちゃ気になるけど、いつも開いてないんだよ。新潟のイベント、新潟のイベントに行ってるって。魔法さんの家で、ほら、ねぶたの半分初めて気づいた。夜店通り、こっちは店舗ないかな。お店だけど前に車止めちゃってるとなんかね。何屋さんなのこれ。服屋さん。服屋さん。あ、ねぶた屋じゃん。ねぶた屋って何、知ってる。あ、違う、側から入ってきとれるやつ。へえ。一回入ろうとしてやった。あーほら、なんかここ開放して、ほら、ね、十和田のやつみたいにやったらよさげ。あそこもなんかパンとケーキって書いてるよ、うん、なんか、あ、床屋さん。で、シュトラウスでしょ、うん、意外とカフェあるんだよね。新しいのはないけどね。レトロ満載なカフェがあると。ということで、カフェは無理ですね。あ、ほら、でも貸し物件。わ、ここいいんじゃない。この角、でも家賃高そう。50万とかかな。切り開けなんか、ここにエレベーターあるから。あー、ほんとだ。あー、立地はいいけど。チャンドラ、ツーウェイ、混んでる。混んでない。あ、まだ営業前なんじゃない。パン買ってた焼き人。そっか。グラント募集。いいんじゃない。いいじゃん、ここいいね。いいね。何屋さんやる。でもこれさ、隣カフェで。隣カフェだ、ダメだ。じゃあやりますか。第7回青森市内散策、はい、第7回だった。うん、そうだよ。これ右に行ったら踊りに行っちゃうから左に行く？何もないじゃん。にゃんにゃん。にゃんにゃん。おはよう。おはよう。すげえ睨んでる。うん。あ、すげえおしゃれな外観。カフェバー？夜しかやってないんでしょ、多分。良さげだけど、めっちゃアメリカンな感じなんだろうね。完全に廃墟とかしてしまってる。なんかディープな感じだよ。ディスコバー。うわ、なんかすごい。貸し物件。14店舗テナント大募集。ミュージックカフェダイニングだって。イベントスペース222。気になるじゃん。ちょっと、どっち行くの？まっすぐ？ねえ、天ぷらもうやってんじゃない？うずね。なんか良さげなお店。橋本矢吹。見て、タバコ。好きでしょ、こういうの。好きでしょ、こういうの。
アート好きでしょ、こういうの。うん、え、見て、え、これでしょ、割烹。え、何これ、初めて知ったんだけど。ねえ、見て、消火栓埋まっちゃってるよ。この流れはうなぎですか。すげえ人入ってくよ、観光地みたいなの。うわ、すげえ煙、匂いしてる、うなぎの。わあ、いいなあ。備長炭使用店。いいなあ。うわ、26度だよ。夏になってきた。ねえ、これぐらいがちょうどいい、本当に。お疲れさんです。これなんだっけ、高さも、